今回の問題、一般的な音声通信の QoS について答えてください。遅延は何ミリ秒以下、ジッターは何ミリ秒以下、損失は何パーセント以下です。 QoS のモデルについて、イントサーブは何々によって帯域を予約する方法ですが、あまり利用されません。 QoS を利用する際には diff サーブが主流になっています。 diff サーブで利用される何々はイーサネットフレームの優先度を表す値です。何々は IP パケットの優先度を表す値です。 IP パケットの優先度を表す方法はもう一つあって、何々という方法もあります。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。一般的な音声通信の QoS は遅延が150ミリ秒以下、ジッターが30ミリ秒以下、損失は 1% 以下です。 QoS のモデルについて、イントサーブは RSVP によって帯域を予約する方法なんですが、あまり利用されることはありません。 QoS を利用するときには diff サーブが主流です。 diff サーブで利用される COS はイーサネットフレームの優先度を表す値です。 DSCP は IP パケットの優先度を表す値です。 IP パケットの優先度を表す方法として、IP プレシデンスを使う場合もあります。お世話になっております、マサルです。今回は QoS をテーマに一緒に勉強します。 QoS はクオリティオブサービスの略ですね。重要な通信パケットを優先的に処理してネットワークを適切に管理するための技術です。 QoS はどのような仕組みなのかを今回は勉強していきます。今回の動画の流れは、 QoS の概要、 QoS のモデル、 diff サーブの流れ、この順番で動画が進んでいきます。それでは早速始めていきましょう。まず QoS の概要から勉強していきます。ネットワーク上は様々な通信が流れています。例えばウェブサイトを見るときの HTTPS の通信、ビデオ会議をするときの音声通信などなど様々な通信が流れます。この2つを比べると、 HTTPS の通信はそこまでリアルタイム性が求められませんが、音声通信の場合はリアルタイム性が求められます。音声の遅延が発生するとまともに会話ができなくなってしまうからです。そこで QoS という技術を使って、音声通信など遅延などで影響が出やすい通信を優先的に処理します。ここで一般的な音声通信の QoS の要件も整理しておきましょう。一般的な音声通信の QoS は遅延が150ミリ秒以下、1秒が1000ミリ秒です。なので遅延は 0.15 秒以下です。ジッターは30ミリ秒以下。ジッターというのはタイミングの揺らぎを表しています。音声通信は一定のタイミングでデータが届くようになるのですが、その届くタイミングがずれてしまうと音飛びや音質の劣化に影響します。そのデータが届くタイミングのずれが30ミリ秒以下が一般的な音声通信の QoS です。さらに損失は 1% 以下です。送った音声データが損失する可能性が 1% 以下である必要があります。このように音声通信は遅延などの影響を受けやすい代表的な通信なので、このような QoS が定義されています。次は QoS のモデルについてです。 QoS を実現するためにはいくつかの方法があります。大きくはベストエフォート、イントサーブ、ディフサーブの3つに分かれます。3つといっても、ベストエフォートはQoS のモデルとして取り上げられていますが、実際には何もしていません。ベストエフォートは先着順に通信を処理していく、いわゆる FIFO、ファーストイン、ファーストアウト方式です。QoS のデフォルトの動作のことを表しているだけです。なので覚える必要があるのはイントサーブとディフサーブの2つです。イントサーブは RSVP、リソースリザベーションプロトコルを使って帯域を予約する方式です。RSVP は帯域を予約するためのプロトコルです。これはレッドカーペットを敷くようなイメージですね。RSVP を使って通信経路中のネットワーク機器に、これから特別な通信が発生するのでこの帯域は予約しておいてくださいみたいなイメージです。予約が完了するとレッドカーペットが敷かれている、このようなイメージです。経路中の全てのネットワーク機器で帯域の予約ができたら通信が開始されます。ただイントサーブは経路中の全てのネットワーク機器で予約できる必要があるなど、運用が難しく大規模なネットワークでは利用しにくいという特徴があります。次が diff サーブです。 diff サーブはデータを分類してマーキングをして優先度付けをし、優先度によってデータを送り出す方式です。
ディフサーブはネットワーク機ごとに優先度の制御をすることができるので、大規模なネットワークでも利用しやすいです。イメージとしては、優先制御したい通信に優先度を表す情報を入れて、その情報を見てネットワーク機は優先度に応じて処理をします。もし他の通信を先に受信していたとしても、優先度の高いデータを先に処理することで優先度を制御しています。ディフサーブの方が運用しやすく、一般的には QoS というとディフサーブのことを指すことが多いです。次はディフサーブの流れを見ていきましょう。先ほど説明したように、QoS はディフサーブを指すことが多いので、ディフサーブではどのような動きをしているのか勉強しておきましょう。ディフサーブは大きく、分類、マーキング、キューイング、スケジューリングの順番で動作します。まずは分類です。分類では届いたデータをクラスというカテゴリーに分けます。この後マーキングでは COS や DSCP という値を見て優先度を決めます。 COS や DSCP については後ほど説明します。今回は音声通信なので優先度が高くなっています。次のキューイングは優先度に応じてキューに格納する作業です。キューというのは処理する順番のことだと思ってください。今回は優先度が高いので一番最初のキュー、つまり順番待ちの最初に格納しています。その後のスケジューリングでは、スケジュールによって該当のデータが処理され、データが送られていきます。今回は Q の1番に入っているので、すぐにデータが処理されて、データが送り届けられていきます。このような仕組みで Diff サーブは優先制御がされています。先ほどマーキングで COS や DSCP という値を見て優先度を決めるとお話をしました。ここで COS と DSCP について補足します。COS というのはイーサネットフレームの優先度を表す値です。通常のイーサネットフレームでは優先度を表す情報を格納するフィールドがありません。そこで過去勉強した IEEE802.19 の VLAN タグのフィールドを利用します。 VLAN タグのフィールドには VLAN ID の情報だけではなく PRI というコスの値を格納するフィールドがあります。このフィールドは3ビットで0から7までの8段階を設定することができます。例えば優先度の高くないデータは0から2で設定して、優先度の高い音声通信は5に設定して分離をすることができます。なお今回は IEEE802.19 を例にしていますが、シスコ独自のプロトコル ISL も COS を格納するためのフィールドがあるので、 ISL でも COS の値を設定して優先制御することができます。次は DSCP です。 DSCP は IP パケットの優先度を表します。 IP ヘッダにはTOS という8ビットのフィールドがあります。この TOS の前半6ビットを利用して DSCP は優先制御を行います。前半3ビットが優先度を表し、後半の3ビットは破棄レベルを表しています。 DSCP は優先度だけではなく、破棄のされやすさ、破棄レベルまで定義をすることができるので、細かく制御をすることができます。こちらには具体的な数値を表していますが、 DSCP はちょっと数字の並びにルールがあって、シンプルな000から111の並びではありません。ただここまでは CCNA では求められません。 DSCP は TOS のフィールドの前半6ビットを使って、前半3ビットで優先レベル、後半3ビットで破棄レベルの2つで制御しているという特徴を知っておけば十分です。なお DSCP のように細かく制御しない IP パケットの制御方法もあります。それが IP プレシデンスです。IP プレシデンスは3ビットだけを使ってシンプルに優先制御を行います。IP パケットの優先度についてまとめると、パケットの優先度の制御は TOS のフィールドを使って行われ、制御する方法は2種類あります。DSCP の場合は6ビットを使って前半3ビットで優先度を表し、後半3ビットで破棄レベルを表すことで細かく制御することができます。IP プレシデンスの場合は TOS フィールドの前半3ビットを使って優先度を制御しています。それでは今回の QoS の内容をまとめる前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティみんなの勉強部屋を運営しています。2023年何か新しいことを始めてみたいと思っている方、習い事感覚で一緒にネットワークの勉強をしてみるのはどうでしょうか。エンジニアとしてネットワークは知っておきたい基礎知識となっています。一人で勉強が続かないと思っている方はぜひコミュニティを活用してみてください。興味を持ってくださった方は紹介動画参加 URL を概要欄に用意しています。ぜひ見てみてください。それでは今回は QoS について一緒に勉強しました。一般的な音声通信の QoS は遅延が150ミリ秒以下、ジッターが30ミリ秒以下、
損失が 1% 以下です。 QoS のモデルについても勉強しました。イントサーブは RSVP によって待機を予約する方法ですが、あまり利用されることはありません。 QoS を利用する場合は Diff サーブが主流です。 Diff サーブで利用される COS はイーサネットフレームの優先度を表す値です。 DSCP は IP パケットの優先度を表す値です。 IP パケットの優先度を表す方法として DSCP 以外にも IP プレシデンスがあります。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。